館長、どうしたの？私がここにいることがそんなに不思議？別に何もないけど、最近館長と全然挨拶してないし、このままだと本当にプログラム扱いされちゃうと思って。 元々そうじゃないかって？館長、ひどいよ。でも仕方ないよね。疑似時間結晶なんて元より説明しづらい概念だから。でも館長、こう考えたことはある？人為的に作られたものは最終的に人の手から逃れて 想像もつかない姿に変わるって。あ、なんか屁理屈に聞こえるよね。今は手を伸ばして肩を叩いたり頭を撫でたりした方がよっぽど説得力があるかも。さて、いつもの営業モードに切り替えよっか。館長、今日ね、 崩壊サードで盛大な冒険が始まろうとしているの。
いずれ巡り合う未来の中でも、これが思い返すに値する貴重な経験になるように、私は祈ってる。明日はお休みですが、ブローニャはサボりません。
これは私が果たすべき役割だから。Don't let them hold your ground. I am.
やっぱり喧嘩準備もう大丈夫ですよ。五行水星万物となる。Yeah.
Yeah!
期待に応えよう。いい天気だね。一緒にいっぱいお散歩しような。Thank you.
行動し。
場に到着。Dreams among the stars while I'm standing on the pavement.
美しい世界のために戦う。それが私たちの約束だから。やり通せば何かが変わるはず。個人的な依頼か。さ、座ってゆっくり話そう。結構金がかかったね。ま、その分いいものを手に入れた。結構金がかかったね。ま、その分いいものを手に入れた。
今日はどんな妖精の魔法。ブローニャ、戦場に到着しました。発動ロックオン、全武装展開。自分の道を見つけました。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
今日の任務はクリアしました。休むことをお勧めします。ブローニャはベルトの意志を裏切りません。ゼーレ、絶対に見つけ出します。艦長と共に過ごす時間、ブローニャはとても嬉しく思います。聖フレイヤ学園のみんなと一緒にいた日々をとても大事に思います。任務クリア。またゼーレに近づけた気がします。漁師の海は危険ですが、ブローニャは逃げません。ましたよ、ゼーレ。またブローニャお兄ちゃんの勝ちだね。